ますよ、韓国ファイナルファンタジー14プレイヤーの皆さん、明けましておめでとうございます。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。2016年に突入してグローバル版は間もなくパッチ 3.2 が、リリースされようとしていますが、それに追いつく勢いで今年2016年、夏の前までには、韓国でも、3.0 拡張パックですね、まずは 2.5 がありますが、新生編のストーリークライマックスを迎えて、そのままの勢いで韓国でも 3.0 蒼天のイシュガールドへ、つなげていきたいと思っていますので、2016年もどうぞファイナルファンタジー14を楽しんでいただいて、この先の冒険にも、ぜひお友達含めてご参加いただければと思います。それでは皆さん良いお正月を。